皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは時間管理が下手な教室の先生を救う時間にまつわる10の名言集ということについてお伝えしてみたいと思います。コンサルをしているとですね、やはりよくいろいろ上がってくる課題の一個の中に時間がないんですっていう声がね非常に多いです。で、確かに私自身も日々動いていて、もう少しこの時間があればとか思うことはありますが、それを考えたところでですね、等しく24時間っていう時間は与えられている時間は一緒なので、その内容をどういうふうに使っていくかで工夫するしかないんですね。これはどんなにお金持ちでも、ね、貧乏な人でも等しく24時間は一緒なんですよ。だから時間がないっていう人でとにかく忙しいっていう、教室の先生は割とそういう傾向にあるんですけども、そういう先生方にとって、時間の使い方とか、ご自身の生活スタイルを見直す一つのきっかけになっていただければいいなと思い、今日は、10個のヒントをお渡ししようと思ってお話をしているというそんな感じです。はい。そうしましたらですね、10個のね、時間にまつわる10個のヒント名言集をお伝えしていきたいと思います。まず1つ目、時間がないという人は時間の使い方が下手なだけ。2つ目、時間を浪費するのはお金を捨てるようなもの。3つ目、人生の幸せは長いかどうかではない、時間の質が長いかどうかである。4つ目、時間だけは全ての人に平等な資源。5つ目、時間とはどんな心の傷でも癒す薬。6つ目、後悔のために時間を使わない。7つ目、傑作は締め切りから生まれる。8つ目、時間が足りない時にはアクセルよりもブレーキを踏んだ方が時間が増える。9つ目、空いた時間にやろうと思うと一生できない。10個目、最も価値の高いプレゼントは時間ということですね。こちらについて一つ一つ簡単にではありますけれども、私の見解も含めてお伝えしていきたいと思います。まず1つ目、時間がないという人は時間の使い方が下手なだけっていうね、これはまさにその通りで、私が自分自身でもちろん完璧とかは思ってないです。もう私なんかよりもすごい、有名な、ビジネスパーソンとかだと、もう本当に秒単位ぐらいじゃないかっていうぐらい予定を切り詰めながら、あとは何個も職業を持っているような、方とかいらっしゃいますよね。そういう方とかはもう本当に一日一日が、あっという間に過ぎるぐらいの勢いで時間の組み立てをしているはずなので、それに比べたら私はまだまだできていないところが多いです。ただ教室の先生とお話をしていて、時間がないっていう人とどういう時間を過ごしているかっていう1日の24時間の、時間割を聞いて、ここでは何をしているかっていうのを一度目に見える形で書いてもらうと、相当時間を余らせてるというか、ビチビチに入れてないです大体。はい。だからまだ圧縮する余地があるっていうことですね。布団圧縮袋とかあるじゃないですか。あれってそのままの布団ってふわふわで大きいけど、空気抜いて真空にしてっていうとね、すごいぺちゃんこになるじゃないですか。あの感覚に似たような日々の時間の過ごし方の圧縮と、あと段取りですね、このあたりができてるかできてないかっていうのも一つのポイントなので、まずないっていう方は普段の生活を見直してみましょうっていうのがまず1点目です。2点目、時間を浪費するのはお金を捨てるようなものっていう、このお話なんですけど、これっていうのがですね、皆さんあまり自覚がない、時間とお金っていうところで言うと、本来は価値が高いのは時間の方なんですよね。で、お金をドブに捨ててる感覚がないんですよね、時間を浪費してる人っていうのは。
お金を本当にね、バサバサ地面に落としていくじゃないけど、そういうのってしないじゃないですか。でもお金だと結構無駄な時間使うとかっていうのは非常に多くて、実はお金と時間っていうのは等価交換できる、下手すると人によってはそれ以上の価値があるのが時間の方なので、それぐらい貴重なものっていうことを理解すると、時間をもう少し大切に使える。お金と同等レベルぐらいに時間を扱っていくと、非常にこう生産性の高い有意義な時間を過ごせると思います。で、ただ一点注意しなくてはいけないのは、私今時間の使い方効率的にっていうところはビジネスの側面からお話をしていますけど、例えば精神上豊かになれるようなゆったりとした時間は無駄時間ではありません。ちゃんとその時間に意味があって、本人が自覚して使っていれば OK っていう、そういう観点になるので、全てをビジネスのために時間を使いなさいって言ってることではないということはご理解いただければと思います。3つ目、人生の幸せとは人生が長いかどうかではない、時間の質が高いかどうかであるっていう、このお話なんですけど、これはですね、結局今ね、長生きできるような社会環境になってしまっていますよね。で、私はどちらかっていうと、昔からですよ、小さい頃からって言ってしまうと どれだけ世の中を達観して見てしまってるんだって思うんですけど、長生きっていうことにあまり執着がなくてですね、なんていうのかな、もちろん生きてやるべきこととか、社会にね還元するとか、一人でも幸せな人を増やすとか、そういう使命みたいなものはありますよ。特に40代過ぎてからはそういう感覚はあります。だけれども、なんていうのかな、それを長生きすることによって必ずしなくてはならないかっていうよりは、太く短くても構わないと思っていて、その、ね、寿命がいつ来るのか、皆さんも私ももちろんですけど、わからないわけですよ。で、その多分いつか来るその日が毎日ちゃんと過ごせていれば、いつその日が来てもね、後悔しない生き方ができるじゃないですか。だから長いことは幸せのことではなく、っていうか健康を保つのもね大変だしね 長いことだと体が魂は元気でも体がねついてきてくれないっていうと、体磨きとかも体メンテナンスとかもね結構必要になってくると思うので、質ですね。どういうふうな豊かな時間、どういう人とどういうふうに触れ合って時間を過ごせるのかっていう、その質ですね、それが高いかどうかっていうことの方が、幸せに多分直結するので、時間っていう観点から見た場合には、そのどういう時間を過ごしているか、でそれがご自身の心に与える影響が、どれぐらいのものなのかっていうことで、幸せを測る。測るっていうのはあんまり良くないか、幸せを感じることができるかどうかっていうのがいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい。で、4つ目、時間だけは全ての人に平等な資源ということで、これはね、そうなんですよ。だってね、大統領だから時間が48時間あげますよとかいうことはないじゃないですか。ある意味理不尽なぐらいなまできっちりと誰にでも平等に与えられる時間なので、例えばそうですね、ものすごいお金を持ってる人が、神様ないしは死神と契約とかいうのがあるのかな、で自分のお金とその命を寿命を延ばす交換の取引ができるかっていうとね、なかなかできないわけですよね。だから、お金っていうのは確かに分かりやすい価値ではあるんだけれども、時間っていうものはもう人によって違うっていうことはなくて、もう平等に与えられているものなので、ここはもう本当に誰でも、主婦でも子供でも大人でも同じ平等なスタートラインからどう使っていくかっていうのは決められるほど、フラットなものですから、やはり上手にね使って人生を楽しむっていうのがいいかなというふうに思います。5つ目ですね、時間とはどんな心の傷でも癒す薬っていうことで、
ものすごい大きな衝撃とか、いわゆるトラウマと言われていることに関しては何十年もかかる場合もあるかもしれないです。特に自分の大切な人の死とかっていうものに関しては癒えるまですごくね時間がかかると思うんですよ。私はまだ直近というか、両親も含めて近くの方がね亡くなってっていうことがないので、まだその実感ができてないのかもしれないですけれども、いろんなこう辛い思いとかするケースって人生では当然あるじゃないですか。別れとか裏切りとかもね含めて、それも心が傷ついたとしてもやっぱり時間が経過するとともに薄れていく部分はありますから、だからその過去をね振り返りながら何度も反芻して蘇らせる必要はないということです。どんどん前に進んでいくと事象がどんどん過去になっていくので、その時間の過ごした時間分がだんだん辛いっていう気持ちを癒してくれるっていうところで、そういう意味ではやはり時間っていうのは便利な道具だなというふうに感じる部分もありますので、今が辛くても前へ前へ進めばだんだん過去になっていくので、今の辛かった出来事はそういう形で時間を使っていくという傷を癒すっていうね、はい、使い方もいいかなと思います。で6つ目ですね、後悔のために時間を使わないっていうことです。後悔する方もまあまあいるんですけれど もう怒ってしまっていることなので、あの時ああすればよかったって言ってもその時の自分はそれを選んでないわけですよね。だから後悔のために時間を使うのもったいないんですよ。それはだから前に進むことによって忘れるように使っていくか、それは過去の自分として失敗っていうふうにもしも思っているのであれば、次にはそうならないようにやればいいだけのことなので、後悔することに時間を使うのは本当にねもったいないと思います。だからそれがあったとしてもこれから大切にしたいことをやりたいことをのために時間を使うっていうのがいいと思うので、過去の後悔はね基本しない、前に向かってのみ進むっていう、時間軸がそもそもそういうものですからね、そういう生き方がいいなというふうに思ってます。7個目ですね、傑作は締め切りから生まれるっていう、これが例でなってたのが、手塚治虫先生、漫画家のね先生でも亡くなった方ですけどのエピソードとかで、やっぱりギリギリのところで締め切りが来るからいつまでも後延ばしにできないので、そこまでに向かってこうエネルギーを注いでいいものが出来上がるっていう感じらしいんですよね。そうするとやっぱり傑作っていうのは締め切りから生まれるっていうことになるので、何か仕事とかここまでに、ね、しなくてはいけないっていう期限は、やっぱりね自分できちんと決めていって仕上げていく必要がありますね。特にお仕事の場合には教室開業とかのご相談乗ってて明確なゴールがある方の方が当たり前ですけれども早くちゃんと仕上がってきます。自分がそこまでにオープンしたいからということで自分に負荷をかけていく形になりますのでね、そういう点でゴールをきちんとやはり見定めている人はそこに向かってのみ走っていくことができるので、とてもね効率がいいです。だから締め切りがない、ないしはいやこれぐらいでいいかな、いいんですよっていうね期限がないお仕事の仕方をしている方はぜひ改めていただいて締め切りをきちんと作って動く方がパワーが出ます。はい、なので締め切りを設けるっていうのも一つポイントにしてみてください。で8つ目ですね、時間が足りない時にはアクセルよりブレーキを踏んだ方が時間が増えるっていう、ちょっとなんでだっていうね矛盾していることかもしれないんですけれども、考えて即行動っていうのは全然いいんですよ。動かない人よりは動く方ができないことが分かったりとか新たな道を探すっていう観点ではとてもいいことなんですよね。だけれども準備とか段取り
をしないと、かえって時間を無駄にしてしまうこととかもあるんですよね。それが、だから時間が足りない時はっていうことです。時間が足りない時にはアクセルよりもブレーキ踏んだ方がいいんですよ。アクセルを踏んでガーっていっちゃうと、あ、しまった、あ、こっちだったっていう時にもう一回キューって急ブレーキかけて戻ってまたやり直しになるから、それであれば時間がない、でも行かなくちゃっていう時に一旦アクセル踏むのをやめて、考えて段取りを取ってからアクセルガッと踏んだ方が効率よくいきます。なので状況によるところなんですけど、時間が足りない時はむしろ全体を俯瞰して見直すっていう、ブレーキを踏むっていう形でトータルで見渡して一番効率がいいやり方を俯瞰して探していくっていう、それがね必要かなというふうに思います。で、9つ目、これもよく聞く話なんですけど、空いた時間にやろうと思うと一生できないっていうね、これはね、自戒も込めて、私自身の反省も込めて、空いた時間にっていうのはね無理です。 今そもそも時間が取れてない人はその優先順位の度合いがそもそも低いので、空いた時間にやるほど時間がないっていうタイプの人は開かないんですよ、時間が。だからやりたいことがあって、ちょっと優先順位は低いかもしれないけど、空いた時間にでもやろうかなと思ってることはもう組んでしまった方がいいです、先に時間の天引き。空いた時間ってね、ないです、大体。で、空いた時間また違うことやっちゃったりとか、自分に言い訳して自分に時間のご褒美あげたりとかしてですね、たるんだりとかやっぱりしちゃいますよね。で、たるむのいいんですけど、それも何て言うんですかね、じゃあ、リゾート地でゆっくりをするたるみという時間をちゃんと予定する分にはいいんですけど、やりたいことがあって、それをきちんとそれまでにこなしたい方にとっては、空いた時にやろうっていう考え方は向かないです。私もね、これはね、もう本当にルーティーンでやるって決めてることは、毎日毎朝のこの時間みたいな感じでね、決めてやっぱりやってます。で、決めてやると習慣化していくので、それがね、だんだんこう当たり前のようになってくるんですけど、習慣化するまでがまず大変っていうところがありますね。だから空いた時間にやるっていうちょっと緩い感じの考え方だとですね、まず皆さん忙しいんですよ。だから時間っていうのは空かない 空かないです。空けるしかない。だからよくね、講座とかもお金ができたらとか時間ができたらやろうと思って検討してますっていう人は大概やらないですね。大概やらないです。なぜかっていうと、その時間を積極的に作りに行こうとしてない人は、大概お仕事もうまくいかないんですけれども、そもそもね、何か学びたい講座っていうのも、その言い訳でやらないわけじゃないですか。時間なんて作ろうと思えば本当は作れるし、お金も本気で作ろうと思えば作れるんですよ。別に推奨するわけじゃないですけど、例えばカードとか持ってる方だったら、ね、カードローン あんまり金利高いからおすすめしないけど、どうしてもその時に学びたいことがあったら、カードローン一回切ってでもですね、それ学んだお金を早く立ち上げて口座で回収して、すぐにそこ返した方がいい。それぐらい時間とお金の優先順位っていうものをね、入れ替えたりとかする部分があるんですが、時間の方が大概難しいので、それを調整するためにお金を用意するっていうのは全然ありだと思います。で、最後10個目ですね。最も価値の高いプレゼントは時間になります。なので経験値とか一緒に過ごす時間とかを、大事な人とね過ごす時間っていうのはやっぱ一番価値が高い時間になるんですよ。だから逆に 大事じゃない人、自分が本当はこの人嫌なのに無理やり付き合ってる、八方美人的な感じでですよ、そういう時間っていうのは逆に価値が低い時間になりますね。自分の精神状態もいい状態じゃないし、あと人によっては時間を奪うタイプの、人もいるんです。要は人の時間を奪うことを
本人無意識なんですけど、奪うことによってこう自分が満たされていくみたいなタイプの人が、まあ、時間の吸血鬼とか呼んでるんですけどね。そういう人にはあまり近寄らない方がいいですね。はい。いい時間過ごせるどころか自分が疲弊してしまうので。だから価値の高いプレゼントは時間ということは、大切な人のために、ね、自分が何を思い、その人と会えない時間にどれだけその人のことを思って、見えない時間を使い、まあそれがプレゼントになる場合も、ものとしてじゃないですよ、体験とか経験をプレゼントするっていうのでも全然ありだと思うので、まあ、価値の高いプレゼントは時間っていう形なんで、それぐらいに時間に重きを置いて活動していると、普段の人生から何から全て変わっていくと思いますので、いろんな時間の考え方はあると思うんですけれども、そのヒントになる10個のお話を今日はしてみました。はい。じゃあまとめていきたいと思います。時間管理が下手な教室の先生を救う時間にまつわる10の名言集。1、時間がないという人は時間の扱いが下手なだけ。2、時間を浪費するのはお金を捨てるようなもの。3、人生の幸せとは長いかどうかではない、時間の質が高いかどうかである。4、時間だけは全ての人に平等な資源。5、時間とはどんな心でも癒す、心の傷でも癒す薬。6、後悔のために時間を使わない。7、傑作は締め切りから生まれる。8、時間が足りない時にはアクセルよりブレーキを踏んだ方が時間が増える。9、空いた時間にやろうと思うと一生できない。10、最も価値の高いプレゼントは時間。以上になります。皆さん、ぜひ時間の使い方、考え方の参考にしてみてください。それでは。